これは人類が衰退した世界の物語である。1年前7つの巨大な結晶体が天から落ちてきた。これらの結晶は原力という名の強いエネルギーを含み、独り手に成長するためエネルギー危機を解決すべく天が与えた宝物だと考えられた。しかしすぐに結晶はタガが外れたかのように恐るべき規模の鉱脈と化し、強烈な原力の波動を発して人類を汚染、モンスターの姿に変えた。感染はたった数週間で爆発的に広まり、ついには地球規模の大災害となった。これが大爆発と呼ばれる人類のターニングポイントである。しかしこれは決して世界の終わりではなかった。災害を生き延びた人々は結晶が広がった大地にいくつもの避難所を作り、人類文明を復興しようと試みた。そして大陸から遠く離れた島で優秀な少女を集めた雇用兵部隊が活躍する。全てはここから始まった。指揮官、開始しますか。指揮官、ドローンによる機雷設置完了しました。目標全て撃破。レーダー内脅威数ゼロ。残りはあの怪しいギアだけ。ちょっと待って、ムカ、そんな装備で大丈夫なんですか。原力戦術装備 OTE は使いません。原力を使用するものなんて。でも OTE なしでどうやっ。大丈夫です、問題。わかりました。部隊兵士ジムカ、あの頑固なムカを説得できるなんて。指揮官アイリーン、作戦中の死後は慎し。はい、戦場処理者部隊兵士。
通れ。この OTE はど、基地外での装備あん、でも無課って権限設定、そもそも使う予定がなかった。それで他の方法は、作戦マニュアルに書いてありますよ。その方法もあるんじゃ。さあ指揮官、早くこれを。どうやらこれからは店長と呼んだ。そういう趣味はありません。またハッキングですか？それで調べている。実際誰でも、いつから？それならもうやめてください。
予定通り行動を始めます。終了。次の予定は何でしょうか。まだですか。液圧転送装置。早く。今さら何を言うつもりですか。この衣装を変えることを申請します。ご許可を。